さあ戻ってきましたフラワー諸島ね。フラワー諸島は後回しなんで、お次は、ここだね。金金採掘所。キャラどうしよっか。前はここちょうどキノピコだったと思うんで、カレーキノピオで行こう。やっぱね、キノピオはカレーだよね。キンキン採掘所。またいつも通り採掘できるようになってよかったですねとね。ポプリンからもらったタウジングバッジね。他のワールドで探し物をするとき便利だよね。はい、ということでね、ここで探索バッジがもらえたんだね。うん、さあそれじゃあ一つずつ行きましょうか。まずはちょっと一息、ね、止まれないバッジ、ジェットラン。まあほぼ関係ないんで乗ってます。個人的にこの音楽はね、マリオ3ドゥルルルルそろそろね、紫コインが999いきそうなんだけど、まあ使うもんがもうないんだよね。伸びて縮んでキノコの林。相変わらずだね。ここドリルか。ドリルね、きついのよ。ほら、しゃがむと潜っちゃうから、強制的に。これちょっとね、やばいね。ドリルでやると、しゃがんで歩けない、むしろ加速するという。でもドリルじゃないとね、だから他の過去のコースだとさ、しゃがむことでゆっくりにしてってタイミング測ってたんだけど、潜っちゃうとゆっくりいけないんで、ジャンプかな。どうにかしようと思ったらジャンプか。あかんな、もうやっとられへんな。はい、ということでこうやってねタイミング測ってたんだけど、あれ10コインかな。これがわからない。上なしか。この上があるね。出てあれ倒そう。どうやってあれ倒そう。おそらくあれが10コイン。下から大ジャンプで倒せるか。よし、お前は光合成でもしとけ。あるね。まあ一つ目ということでね、ドリル使った場所はだいぶ難しい気がする。おお、こうやって上に行くのが正解だった。一周目これ全部壊しちゃったんじゃないかな。
止まれないんでね、じっくり探索とかもできない。はじめこの上の行き方がわからなくて無理やり行ったんだよね。どうやって無理やり行ったんだっけ。あー、やらかした。覚えてる。すっごい、これね、実はね、ちょっとずつ漏れるんですわ。2個目、OK。 で、中間。ここワンダーやな。行きゃええんやな。30コイン、オーケー。あとはクリアするだけや。やまあ、オッケーオッケー。おお、そのまんまゴールスライドか。あとは頂上。まあ、まあ大丈夫やろ。まあ大丈夫やな。よし。よし、オッケー。そしてドリルがきついことも分かった。できるだけドリルのね、謎を使わなくていいコースをね、クリアしたいね。ちょっと一息。変えとこう。さすがにちょっと回ってもらわないときついね。オーケー。迫るな危険、迫り来る黒い影。ここ確かスターになれるんだっけ。来ないな。ドリル消えた。即死じゃないんやな。地獄。こういうマップで止まれないのはかなりきついぞ。そういうことか。押さないと反応すらしないんだ。いや違う、5個の真ん中だって。あれ、やっぱないんだ。あ、1個しかないの、叩けねえぞ。
いらねえ。こうやって演出マックスの地獄だな。お、キノコだよね。ということで関係ないところはスルーしていこう。回ってる回ってる。これは入れそうだ。止まれよ。地獄。あー、これ3個ちゃんと持ってかないと。キノコが。地獄。え、入らない。え、ここじゃないと。これ出てきた割に。あ、上だ。下じゃないんだね、あの流れで。キノコ。あ、今1個目だった。え、ちょ、見てすらないんだけど。上になんかある。ま、次取った時に確認しよう。これが2個目。 OK、 じゃあ1個目だね。置いてかないで、ワクワクさん。バックガロリー。あ、もう3個目終わった。助かる。しかもセーブできたよ。じゃああとはワンダー。あった、行くぞー。あー、マネミーか。マネミーだからね。一つ目。オッケー、助かる。アウチ。普段やるタイミングを見計らうってことができないんだよね。だってこいつ止まるねえからよ。お前も止まるんじゃねえぞ。どこや、でかくなる条件あったか。オッケー。単純にね、コース自体の難易度も上がってきてるんでね、それを止まれないでクリアすること自体が難しい。掘り出し物、掘り出し物だよーっと。これ絶対かぶるんだけど。
わーいね。100% かぶるっていうね。うん。ファンネルー。ファンネルではない。やったね。ここか。こことここやな。二人。おっぽうの毒沼。おう、なるほど、行かなかったやつ。あ、ドリルだ。あおんちょっと待って、これはもうやり直そう。ここドリルで上行かなきゃいけないんじゃないかな。ニコイ。もう取れたね、2個。落ちると即死だからね、それも気をつけないと。よし、中間2枚分セーブ。よし、わっぞー、クイズバッジコンプリート。もう終わってるからねエル化した。何でも屋で買えるもの。キノコは買えない。グランシードも買えない。ワンダーシード。掴むのがすでにきつい。さあ、まだ3つ目が終わってないよね。下、オッケー、こうだ。なるほど、走り抜けれる。ふう、ふう、危ねえ角度が悪いね、この効果のせいでしかし、どうにかした。よし、オーケー。危ねえ。どうにかした、危なかった。いやー、クイズに全く向いてないバッジだったね。そもそもクイズに向いてるバッジなんてあるのかっていう話。
はい、ということで上の階はこれでラストだね。お化け屋敷を止まれない縛りか。ここのパワーアップはこれです。テレサは光に当たると死ぬ。お、入れんじゃん。おお。へっ、ザコが上は埋まってるね。一つ目、向こうの行き方どうだっけ。どこでもいいの、どこでもいいのか。一番右端から行きゃいいのか。あれ、2個目だ。1個目取ったな。2個目取ってるな。2個目取ってセーフ。おお、落ちるのかい。ここは謎解きってよりも、アクションだなっていう。なんか動いてる。お前はくるくる楽しいかもしれんけどよ、俺は全く楽しくないぜ。だって止まれないから。ああ、上にある。よし、回復しとこう。これであとはシードだけか。あるね。シード取れてへんな。あー、もう今のも当たるつもりなかったんだけどさ、空中ダッシュしたせいで当たったんだよ。今下に中間あったな。あ、これキングテレサに終わるところか。あったあった。止まらないんだよ。テレサの夜更かしオッペラ。テレサは夜更かし、夜更かしオペラ。足場がどうなってるのかわからない。おふかしおふかし言うけど、実際はチェッ、そもそも起きるのが遅い。地獄です。止まれないから。強制スクロールプラス止まれない
敵が固定されている地獄。やり直し。あの透明で場所見えないからさ、どこが最上階かわからないし止まれないっていう。はい、ミスです。やり直しです。さあこのチャレンジで初めて頂上を取り損ねた気がする。ね、あの全然面白くない。ストレスしかたまんねえ、このマップ。なんだって止まれませんからね。体力は早めにね、ストックしておきたい。ね、中間。ね、ああいうのすらろくに取れないんだよ。僕だよ。足場見えない、止まれない、強制スクロール、倒せない敵がいる。ね、俺の一番嫌いなストレスの上げ方をしているのが全て今混ざっている感じ。すぐ滑る足場にすればいいんでしょね、敵倒せなくすればいいんでしょ、透明にすればいいんでしょみたいな。よし、一応ねここでね中間があるんだわ。まあ別にね、頂上失敗しただけなんでね、中間もクソも。しゃがも。前回はね、あのチビでクリア前になっちゃったんで、それもちょっとマイナスだったね。チビだったせいで後ろから来るテレサが怖くてね、急いで行っちゃったところあるんで。ということで、まずはこいつをこっちに連れてこよう。ここだ。よしよし、なんとか。いや、きつい。
まあこれで半分ぐらいかな。